バック ON は日本のミクスチャーロックバンド。2002年結成。2005年カッティングエッジよりメジャーデビュー。ケンジ・レイさんは千葉県松戸市出身。他メンバー、足立区出身。2002年に地元足立区の幼馴染 MC の T が、MC、ギターボーカルのケンジ・レイさん、ギターの主、ベースのゴリの4人を中心に結成。後に初期からのメンバー。 ドラムのマッチンが脱退し、2007年にドラムッちゃんが加入、約5年間の活動後2011年10月14日に脱退を発表。その後新メンバーを加入することなく、メンバー4人とサポートドラムの体制で活動していたが、2017年に首都ゴリが脱退。現在はティーダとケンジ・レイさんの二人で活動している。バンド名の名付け親はライズ・のジェシー。 一部で漢字で爆音と当て字をすることもある。グリーンとコラボレーションした音楽ユニットバレーエが2008年10月1日に発売したシングル足跡でオリコン週間シングルチャート7位を記録。発売日までメンバー構成を伏せていたため、歌シを計算機、エクシリム、キリンビール、キリンスムスのテレビ CM 同時タイアップという線にて、 先行大量音エアーされるとメンバーの正体が誰なのか様々な憶測を呼び話題となり問い合わせが殺到。CD 発売の3週間前にして、レコジカ、着歌ランキング優先総合チャートで1位を獲得。バック ON の知名度を上げるきっかけとなった。バンドのコンセプトは光と風であり、光は希望の光、風は迷ったり、 一歩踏み出せない人たちの背中を押す追い風である。ライブ活動は日本だけでなく、アメリカ、台湾、ドイツ、カナダ、ブラジル、メキシコ、フランス、オランダ、シンガポール、マレーシア、インドネシア、フィリピン、香港、中国本土のフェスなどに出演、アジア、アメリカ、ヨーロッパ、南米と世界各所から出演オファーが毎年常に届き、 海外からも音楽性とライブパフォーマンスで高い評価を得ている。2014年12月17日に発売された15スシングルセルリアンサイレントトリガーがオリコン週間シングルチャート10位にランクインしバック ON 単独名義では初のオリコン週間トップ10入り。2018年9月29日より中国語セルフカバー。 黒色甲子クラウンが2018年10月26日より、無双、キャリーオンが中華圏の配信サブスクリプションサービスにて配信開始し、本格的に中華圏での活動を広げている。東方新規、キスマイフット2、カンジャニエイトや、LOL などのアイドルグループや、エグザイル、リサ、テレビアニメ、ワンピース、主題歌など幅広いジャンルに、 楽曲提供を行っている。配信限定シングルミニアルバムオリジナルアルバムベスト、アルバムコンピレーションアルバム、すべて、ティーダ名義で作詞作家名、ハイワンク名義で作詞、作曲、編曲ラブグラフィティにオプションプレゼンツストリーム、ZJ、ラウド、ストップエイズ、クラブムーブメント、ティーダ、ケンジレイさんが1曲フィーチャリング参加サバイブイースト、 TOKYO アシアと4タイムズ TRF トリビュートアルバムベスト後ノチハレアイ A03 ビジョン新劇場版東文字 D レジェンドに塗装サウンドコレクションテールズオブフェスティバル2009テールズオブフェスティバル2011アナメイロサマーライブ2015ザゲートマイナス8.28ありがとうございます